印刷業が新しい時代に入りました。今まではお客様の、表現したいものをデザインしたり、そしてコピーを考えたり、紙に印刷して渡すのが仕事でした。時には原稿をもらったらするだけの印刷会社もたくさんあるわけです。それではもう今印刷通販の専業者が現れてきましたから、存在価値がなくなっているわけです。そんな時にスマート印刷館というのは、スマホとつながる印刷物ですね。名刺から動画で、自分のプロフィールが説明できたら、商品が説明できたらどうでしょうかと。そこでセミナーの案内の受付ができたり、通販サイトにつながったりしたら、今までの印刷会社とは違ってくるわけですね。それがクーポンについたり、情報誌についたり、ポスターについたり、まあいろんなところに活用ができるわけです。この下の、印刷業から情報サービス業へというところを読んでいただくと、そんな印刷物のこれからの付加価値のビジネスがたくさん出てきます。ぜひ、印刷業が新しい時代に向けてスタートを切ろうではありませんか。